気になるにはやっぱり楽しいことをするのが一番。あれ、ののかちゃんとりんちゃんだよね。こんにちは。あゆむさん、りなちゃん。うわ、久しぶり。二人も遊びに来たの？うん、ダンスゲームをやりに来たんだ。ダンスの練習にもなるかと思って。そうなんだ。ねえ、私たちも一緒にやっていいかな？みんなで遊ぼうよ。もちろん。ミューズと一緒にダンス、きっと学べることがあるはず。最初はリンちゃんとアユムちゃんだね。二人とも頑張って。ミュージックスタート。楽しいね。うん、体を動かすの大好きにゃー。りんちゃん楽しそう。この調子でどんどん元気になってくれたらいいな。せっかくだし、ダンスゲーム以外のゲームもやっていかない？クレーンゲームとか。それならあれがいいにゃ。お菓子の詰め合わせが取れるやつ。私にやらせてほしい。こんなこともあろうかとクレーンゲームの攻略方法は調べてある。クレーンゲームの景品は形状によって取り方が違う。今から取るお菓子の詰め合わせは大きいけど円柱型だから転がりやすい。手前の横になっているものを狙う。アームや景品の位置、向き、角度、すべてを正確に見極めて。えい！わ、うわー！すごいすごい！一発で取っちゃったにゃ。りなちゃんのおかげでおやつがゲットできちゃったね。ありがとう。あっちの休憩スペースで開けてみよう。さてさて、何が入ってるかな。ビスケット、揚げ餅、いろいろ入ってるね。リンにも見せて。はあ、本当だ。お菓子いっぱいにゃ。これは何のお菓子だろう。あ、ああ、それも美味しいよね。ポリポリするし、味もラーメンみたいだよね。ラーメン。どうしたの？そうだったの。りんちゃんの大好きなお店が。うん、私なんとかりんちゃんの元気を取り戻したいと思ってて。はのかちゃん、私たちにも何かできることはないかな。りんちゃんは私たちにとっても大切な友達、力になりたい。あゆむちゃん、りなちゃん、ありがとう。私たちでりんちゃんの元気を取り戻そう。